プラスチックと環境プラスチックは非正分解性の素材です。つまり自然に分解されるまでには長い時間がかかるということです。環境汚染を引き起こす可能性があります。わかりました。プラスチックが燃えると何が起こるでしょうかプラスチックが燃えると有毒なガスが大気中に放出されます。大気汚染を引き起こす。 燃焼プロセスも非常に遅く材料を完全に燃焼させることはできませんこれは残念ででです。すプラスチックの使用を減らすために何ができるでしょうかビニール袋の使用を避けるのも一つの方法ですが買い物に行く時は綿やジュートでできた再利用可能なバッグを使いましょう生分解性廃棄物と非生分解性廃棄物を分別することもできます そして適切に処分してください。これは良いアイデアですね。他に何かお手伝いできることはありますかはい、プラスチック廃棄物をリサイクルすることもできます。ほとんどの熱化素性プラスチックはリサイクル可能ですが、ただし、加工の際、ある着色料が添加されるため、その用途は限られており、特に食品の保管に使用されます。わかりました。 ではプラスチック廃棄物を処理する最善の方法は何でしょうか最善のアプローチは次の5つの R に従うことですリデュース,リ,ユースリサイクル回収そして廃棄環境に優しい習慣を身につければプラスチック廃棄物を大幅に削減できますそして環境を保護します